はい、こんにちは。社会の授業を始めます。今日からね、中学の社会の授業を始めるんですが、私の名前は島田と言いますね。はい、でこれからね、中学社会をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあね、早速いきます。はい、今日はね、地球と世界ってことでね、まあ世界地図とかね、地球儀とか、まあそういうね、広い感じでね、見ていきたいと思います。いいでしょう、ね、水の惑星地球と言われます、ね。まあ、なぜかっていうと、まあ、海が多いんですね。海洋、地球の表面の約7割が海です、ね。で陸地は逆に3割です、ね。で北半球にね、そのうちの3分の2の陸地があるとされてます、ね。いいでしょう。でこれね、陸半球っていう言い方をするんですが、陸が最も広くなる角度から見ると陸、海対陸は1対1に見えます。でこれ水半球、水半球とも言いますが、海が最も広くなる角度から見ると海対陸は9対1に見えます、ね。まあ、ここはね、見方はですね、地球上のどこから見るかっていう見方によるんですが、まあ、そういうふうにも見えるよっていうのをね、まあ、知っておいてほしいと思います。まあ特にね、よく知っておいてほしいのは、まあ、海が7割、陸地が3割なんだよということですね。いいでしょう。はい、あと次はね、6大陸と3太陽、ね、これ面積の広い順に並べてます。6大陸っていうのはユーラシア大陸、アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、南極大陸、オーストラリア大陸になります。いいですか、ね。まあ、よくね、ヨーロッパ大陸とアジア大陸という言い方もするんですが、ね、よく世界地図を見るとね、別に分かれてはないんですね。ヨーロッパとアジアを合わせてユーラシア大陸になります。いいでしょうか、ね。いいですか、これね、覚えておいてください。で特にね、これ南極大陸、結構忘れがちなんですがね、南極っていうのは陸があります。いいですか、ね。北極ってのは逆に陸がないんですね。いいでしょう。これもね、覚えておいてほしいんですけどね。南極は大陸、大地があるんですね。北極には陸地はありません。いいですか、ね。で南極大陸っていうのはどこの国にも属しません、ね。どこの国の領土っていうのはないんですね。まあ、どこの国、いろんな国がね、まあ、基地をね、観測基地を設けてはいますが、ね、別にどこどこの国の領土ってわけではないんですね。で軍事利用が禁止されています。あと資源利用も制限されています、ね。そういう大陸です、ね。これも知っておいてください。いいですか。次、三大洋というのは太平洋、大西洋、インド洋。これも、ね、面積の広い順です、ね。で、太平洋ね、6大陸すべての面積よりも広いんですね。太平洋というのはね、これ一つだけで、ね。まあ、いかにね、日本、地球っていうのは、ね、水が多いか、海洋が多いかっていうのね、まあ、よくわかる。ことだと思います。いいでしょうか。はい。じゃあね、次行きたいと思います。はい。次はね、まあさまざまな世界地図についてね、ちょっと見ていきたいと思います。いいでしょうか。ね、まずね、まあ世界地図ではないんですが、地球儀ね、皆さんのお家にもあるかもしれないですし、ね、まあ、学校で見たことがある人もいるかもしれないですけども、地球上の距離、面積、方位、角度、すべてが正確なんですね。まあ。ね、立体的にできてますし、ね、まあ、地球の、ね、まあ、縮小版ですよね、言うなれば、ね、球型の、まあ、模型ですね。これが地球儀になります。地球儀っていうのは距離、面積、方位、角度、全てが正確なんですね。いいでしょう。で次、地図。地図っていうのは、ね、まあ、当たり前ですが、机に広げたりとかする平面上ですね、立体ではないです。なのでその1枚の地図でね、地球の全てを正確に表すことは不可能ですね。地球儀みたいに距離、面積、方位、角度同時に正確に表すような地図っていうのはさすがにできないですね。なのでね、その必要なね、目的に応じて図法っていうのでね、書き分けないといけないんですね。で、まあ、いろいろ図法はあるんですが、まあ、代表的なやつ3つってことで、緯線と経線、ね、緯度と経度で後でやりますが、緯線と経線ですね、が直角に交わっている図法、まあ、メルカトル図法などが有名ですが、これね、まあ、いわゆるね、多分みんなが地図、世界地図を見て一番よく目にするタイプだと思うんですが、これね、メルカトル図法は、
地図上の2点を結ぶ直線の経線に対する角度は等しいですね。だから距離、面積、方位、角度のうちの角度が等しい図なんですね。で、古くからね、海図として利用されてきました。海、ね、海に船でね、繰り出すときに海図として利用してたんですね。で、高緯度になるほど距離、面積が不正確。高緯度っていうのは赤道からどんどん離れていって北極や南極に近づけば近づくほど距離とか面積がまあ不正確になってしまうっていうまあ弱点があるんですね。まあね、さっきも言いましたが地図っていうのはね全てを正確に表せないので、どうしてもね正確な点があれば逆にね不正確になってしまう点が必ずつきまとうんですが、ね、メルカトル図法の場合は角度は等しいんですが、ね、まあ高緯度になるほど距離面積がまあおかしくなるということですね。こういうふうになっています。次、面積が正しい図法、これね、モルワイデ図法だというのがあるんですが、これはね、まあ、面積や形の歪みが少ないんですね。まあ、面積は正しい。ね、ただし、まあね、他のものは、ね、ちょっとおかしくなるところがあるということですね。で、分布図などに利用されるんですね。まあ、なんかの植物やなんとかの分布とかね、そういうような場合によく使われます。モルワイデ図法ね。いいですか。次、正距方位図、これはね、カタカナじゃなくて漢字なんですが、これはね、図の中心から全ての地点への距離と方位が等しい、ね、これは2つ等しいですね。距離と方位が等しい、ね、で、この図法の世界地図はね、今でも航空図とかに使われて飛行機にね、使われるんですね。距離と方位が等しいので最短距離を求めることができるんですね。いいでしょう。飛行機っていうのはね、まあ、基本的には障害物がないので最短距離ね、目的地から目的地の最短距離を飛ぶのが一番効率がいいので、ね、そのために正距方位図法の世界地図が航空図としてはよく使われます。いいですか。で、これにもね、でも弱点があって、中心から離れると形とか面積が歪んでしまうんですね。まあ、こういう弱点もあります。いいでしょうか、ね。まあ、他にもね、いろんな図法の地図っていっぱいあるんですが、まあね、まあ、有名なというか、なところでね、これぐらい、3つぐらいはね、押さえておいてほしいと思います。メルカトル図法とか、モルワイデ図法とか、正距方位図法ね。いいでしょう。それぞれに、ね、短所と長所があります。いいですか。で、すべてを、ね、正確に表すことができるのは、地球儀だけなんですね。いいでしょうか。はい。ではね、次、いきます。次はね、まあ、緯度と経度、さっきもやりましたが、ね、これね、まあ、小学校でもちらっとやったと思うんですが、緯度っていうのはね、赤道を0度です。で、南北90度に分かれます。北緯90度、南緯90度まであります。いいですか、ね。経度っていうのはイギリスの、ね、ロンドンにある旧グリニッジ天文台を0度にします。で、東西を180度に分けますね。東経180度、西経180度まであります、ね。いいですね。まあ、改めて書くようなことでもないんですが、そうね、地球上があって、ね、ここが赤道ですね。で、この線が緯度、緯線ですね。で、逆にグリニッジ天文台を通る縦線、ね、これが経線ですね。経度になります。ね、いいですか。はい。で、改めて赤道なんですが、赤道っていうのはまあここね、真ん中のところ。これはね、春分の日、秋分の日に太陽の南中高度が90度になる線になります。太陽の南中高度っていう、ね、まあ、理科でやりますが、これのね、意味わかりますよね。南中高度が90度になる。まあ、日本では、ね、ありえないんですが、日本でね、太陽の南中高度が90度になる線を赤道と言います。で、まあ、赤道がね、ここにあるとすると、まあ、ここら辺とここら辺にね、まあ、線を引くことができるんですね。で、この北の方を北回帰線と言います。で、南の方を南回帰線と言います。どういうことかっていうと、これね、初めて聞いた人もいるかもしれないですけども、北回帰線っていうのはね、北半球の夏至の日ですね。夏至の日に太陽の南中高度が90度になる緯線を言います。まあ、細かく言うと、北緯23度、26度の線なんですが、それをね、北回帰線と言います。夏至の日って分かりますよね。一番ね、もうお昼が長い日ですね。の日に太陽の南中高度が90度になる緯線を言います。
で南回帰線というのは逆に冬至の日に太陽の南中高度が90度になる緯線を言います。これ南緯23度26分のラインになります。冬至、ね、っていうのは逆にお昼間が、ね、一番短い日ですね。いいでしょうか、ね、なので北回帰線、赤道、南回帰線ということになっているんですね。いいでしょうか。これね、しっかりね理解してほしいと思います。いいでしょうか。はい、ではね、次いきます。はい、次ね、気温と季節。高緯度地域っていうのは赤道から離れていくんですね。北極や南極に近い方ですが、に行けば行くほど気温が低くなります。まあ、なんとなく分かりますよね。で、低緯度地域っていうのは赤道に近いところですね。そこは気温が高いんですね。まあ、これもなんとなく分かると思います。いいでしょう。で、地球の地軸がね、傾いているために季節っていうのが、まあ、地球にはありますね。で、北半球では6月頃が夏で、12月頃が冬になります、ね、で南半球では6月頃が冬、12月頃が夏になります。これね、まあ、地球的にってことですね。まあ、日本ではね、また北緯とかがちょっと違うので、実際にはね、まあ、7月、8月頃が暑くなりますが、ね、地球っていう規模で考えると6月頃が夏、12月頃が冬になるんですね、北半球の場合。いいでしょう。で、次、夏至と冬至なんですが、何回も言ってますが、ね、北半球では日照時間が最も長い日が夏至です。で、最も短い日が冬至です。ね、まあ、日照時間っていうのがちょっと難しいと思ったら、もうお昼間の長さと思ってもらっていいんですが、お昼が一番長いのは夏至、お昼が一番短いのが冬至ですね。で、これね、白い夜って書いても白夜って呼びます。これもね、知っておいてください。高緯度地域、北極やら南極に近い方ですね。では、夏至の頃、太陽が完全に沈まないんですね。ある程度暗くはなるんですが、完全に沈まないんですね。なので、真夜中もね、薄明るい感じになる。これをね、白夜と言います。この現象ね、いいでしょう。これは別にね、その、なんか異常気象とかそういうのと全然関係なくて、ね、まあ、ね、太陽が夏至の頃ね、完全に沈まない。ね、そういう、まあ、ごくごく、自然の、ね、現象になります。いいでしょう。逆がね、この言葉も覚えておいてください。まあ、北極とか南極に近い場所になるので、日本では当然逆にはならないんですけどね。いいでしょう。はい、ではね、次いきます。はい、ここからね、問題ですね。選ぶ問題、書く問題があります、ね、いいでしょう。はい、ではね、一旦ここでね、映像を、まあ、一時停止して、でね、この問題をね、一回ね、自力で解いてみてください、ね、でそれを解き終わったらね、また続きをね、再生して答え合わせをしてほしいと思います、ね、今後もね、社会の授業をね、こう最初に説明して、で最後に問題をするっていうのの繰り返しになるので、このね、パターンをしっかり覚えてください。いいですか。じゃあね、一旦映像を一旦停止して、自分の力で解いてみてください。では、始め。はい、やめてください。どうですかね？できましたかね？じゃあ、一緒にやっていきたいと思います。ではね、最初。海洋は地球の表面の約何割ですか？これはね、2割だったか、3割だったか、6割だったか、7割だったか、8割だったか。ね。海洋はって聞かれているので、これは7割です。かね、陸地が3割、海洋が7割です。いいですかね。次、2番目。6大陸のうち面積が2番目に広い大陸を答えます、ね。一番広い大陸はユーラシア大陸です。その次はアフリカ大陸ですね。アフリカ大陸になります。はい。次、3太陽のうち面積が最も広い太陽を答えます。これは太平洋ですね。太平洋の太陽は手に入りますよ。気をつけてくださいね。いいですか。次、地球上の距離、面積、方位、角度の全てを正確に表すことができるものは何ですか。これは地球儀です、ね、これを同時に表せるものは地球儀しかありません。いいですか、ね、地球儀です。いいでしょうか。はい、どうですかね。これできましたかね。
間違った人はね、しっかり直してね、しっかり後でね、しっかりまた見直すようにしてください。いいでしょうか。はい、ではね、次いきます。はい、今日はね、ここまでになります。5、6、7とありますね。5番は、ね、記号を選んで表を完成させる問題ですね。で、6番、7番は書く問題です。いいでしょうか。ね、はい、じゃあね、これもね、先ほどのように一旦停止してね、で自力で解いて、また解き終わったら続きを再生してね、見るようにしてください。ではね、一旦映像を止めて自分で解いてみてください。では始め、はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まずね、じゃあ利用から見ていきましょうか。メルカトル図法はどこで利用されるかっていうと、これはね、海図です。海図です。で、制御方位図法は何に使われるかというと、これは航空図です、ね、こういうふうにね、使った記号は自分でね、消していくと、でダブって書いたりとかしないんでね、こういうふうにしていくといいと思います。で、次、どこが正確かなんですが、ね、まずメルカトル図法っていうのは、ね、これは角度です、ね、角度が正確なんですね。で、モルワイデ図法っていうのはどうだったかというと、これは面積が正確なんですね。で、最後、ね、正距方位図法っていうのは、これは距離と方位です、ね、方位もこちらに書いてあるので距離と方位になります。だからこういう風になります。いいでしょうか、ね。はい、次、6番。夏至の日に太陽の南中高度が90度になる緯線を何と言いますか。これは北回帰線ですね。北回帰線、ね、北回帰線になります、ね。で、最後、高緯度地域で夏至の頃太陽が完全に沈まない現象を何と言いますか。これはね、白夜になります。白い夜とかで白夜というね、いいでしょう。はい、どうですかね、これできましたかね。間違った人はね、またね、しっかり直してね、しっかりまたね、見直すようにしてください。いいでしょうか。はい、ではね、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。